皆さん、こんにちは。またまた、ライナー動画の時間がやってまいりました。今回のテーマは、そんなマイナー動画の中でも、ひときわマイナーな長靴の修理についてです。おしゃー、長靴なんて用事がないぞ、という方も大勢おられるかと思いますが、アウトドアが好きという方にとっては、これからの季節、山に海に活躍する長靴ですが、穴が開いてるので、もう捨てようと思ってる。そこのあなた、ちょっと待った。その長靴をボンドで直しましょ今日は長靴の修理をしたいと思うんですけれども、このゴム手袋、こういうものを使うと思うんですよ。裏に生地が貼ってあるやつ、これが多分いいと思うんですけれども、これをちょっと使って修理してみたいと思います。こういうね、新品でなくてもいいと思うんですけど、こういう裏に生地の貼ってあるゴム手袋をハサミで切って、それで破れた長靴のパッチにしようと思います。直したんですけれども、また破れました。